皆さんこんにちは、ハワイケイスケです。日本人兵庫県民神戸市民のハワイケイスケです。本日9月の10日15時11分、先ほどそこまで行っていい委員会を見ていって、そこまで行っていい委員会の方たちは一般人の方たちへのメッセージなんですけども、大阪の、万博、カジノについてなんですけども、カジノに関しては、オリックスが 40% 出資なんですが、お金の出元は三井住友銀行です。万博全体のことを示しての借り入れ金額だとは思うんですけども、5000億円超え。で、オリンピックのパターンを考えると、今のところね、なんとか中止延期とかの方向で、私の方でずっと、述べさせていただいてるんで、現状報告をしてね。その方向へ持っていって、内容変わるかもしれません。借り入れ金額がね。で、カジノ自体をやめさせれる方法があるかもしれないし、それはもう正直私一人の頑張りじゃなくて皆さんの頑張りです。そこまで言っていいんかい。今日古舘伊知郎さんが、万博のこととか、進めていただいたりしてたんですけども、正直、置いたなと思ってしまいましたね。池上彰さんとかを見ていても随分昔からそうですね。大体ね、今ちょっと古舘伊知郎さんたちを責めてるんじゃなくて、全員ね、あの時は中止延期でパネルがついてないとおかしいんですよ。純利益の出方が、2000万人年間お客様が来てくれてね、それで純利益が700何十億とか都合のいいこと言ってるんですけども、カジノはもともとアメリカにたくさんあるんです。ラスベガスだけじゃなくて、ラスベガス自体赤字なんです。あんなポーカーとかね、スロットマシンとか、みんなお金たくさんつぎ込んで負けて、何回も何回も行くと思います。来るわけないでしょう。しかも国越えてあるわけがない。西は中国で香港の近くにマカオというところがあって、あるでしょ？カジノ。ね。フィリピンにもある。韓国にもある。なぜカジノで日本に来ます？私が安倍政権の頃に中国政府と近隣の国へ、少しずつでいいので、毎年旅行客のお客さんも増やしていただけませんかと。経済一辺倒になってしまっていた時期があって、でそれを中国政府は受け入れていただいて少しずつ数を増やしてくれたんです。それまでね、年間の日本のね、仕事込みで来られてる方、海外旅行の方1000万人なんです。いいですか？万博開いて2000万人の根拠どこにあるんです？大変なことになりますよ。どうせ自分の国でカジノしに来る人たちがいるかなどうかなの数字で、1年超えた後どうするんです？銀行からの借り入れ5000億円。で、人件費とかね、電気、ガス、光熱費、水道代とか通信費かかってきます。いろんなものが。CM を打てば広告料がいります。余分な経費ね。じゃあ、1兆円もみんなお金使いに来るの？っていう話なんですよ。日本人だけで。それぐらいなかったら返済できないんですよ。人件費とか払わなきゃなんないから。あとの建物の解体費も込みで。で、今お金の話してますけど、話ずれてるんです。エネルギーの残存量問題の方が上だから、世界中で万博なんかもうなし、大した出し物なんか今までなかった、カジノもいらないよ、これが正解。パチンコ店勝手に潰れていきなさいってこういうことです。本当は合法的にね、潰していった方がいいんですけども。車乗ってくるから。電車バスとかで来るんならまだしもね。それだと、根本的にメダルに交換してそれをお金に変えたりしてるでしょ。あれ本当は違法行為なんですよ。いや、それでしっかりと違法行為だという判決が今まで何回も出てるはずですよ。事実、阪神・淡路大震災があったこともあって、神戸市兵庫区で私が知る限りでも数店舗潰れています。
港川駅周辺だけですよ。まあ、歩いて15分以内のところだけで。消滅してますよ。だからね、ちょっと、これは、まあ、武田恒康さんはね、まあ、友達でいいっていうことを昔言いに来てくれたから、まあ、僕の方からすんなりこういう話しておきますけども、まあ、今日番組でもね、僕の声聞いて、もうだからもう、門田さんだから、そんな推進派なんか言ってしまったら、きちっとしなきゃならないとか言い始めたら、あなたも横領の片棒を担いだことになるっていうことを僕は言ったんですね。で、武田恒康さんの時も、東京オリンピックで分かったでしょって、民間の人が CM 料金どうこう3000万円ぐらいの程度のことで捕まってるんだから、オリンピックそのものを開催した人たちは、それでみんなの税金で飯食ってたんだから、9600億円も税金使ったんだから、武田恒康さんのお父さんがまず捕まらなきゃなんない。オリンピック委員会だったんだから。横領罪で。もうそれに関わってきた人たちですよ。今必要なのは、そういう勢いでね、本当に捕まえるかどうかは別話として、まあ、その時の給与をね、返済するとか、そういうふうな形で物事を動かしてもらわなかったら、キリがないでしょう。みんなの税金使って、我がの懐に入れようとするから。で、消費税実際上がりっぱなしになったんですよ。3から8、8から10。8から10はもう東京オリンピックが原因なんです。それプラス、今度万博で話がどうなるかなんですよ。海外からの出費で出展するところを今のところ申請してきたの5カ国だけ。多分、その国は全額ちゃんと自分でお金出してくれてるんだったとしたら泣き見ます。無駄なことにお金使ってしまったって。あとはエネルギー、それ、採算あったとしてもエネルギーの残存量問題で叱られるから。で、国連のダボス会議とかがあるから、良い発明とかはテレビのニュースとかですればいいから、国際展示場とかだってあるし、ちょっとした会議を世界中で行うのであればね、もともとあるものでできるんですよ。だからそもそも建設する必要がないっていうことであるんですよ。あと、国の予算を使っての建設関係が、タイプ B、タイプ C であって、タイプ A っていうのは海外の方からね、出展。それは5カ国だけ。当たり前。もう万博がどういうことか分かってるところは分かってますから。意味がない。損失が広がるだけ。後の世代への負担。タイプ B、タイプ C は日本のお金を使ってっていうことになってくるんですよ。ね、純利益も出せたら結局すぐに建物作っちゃうでしょう。なんか今作っておかなきゃなんないっていう発想になる愚かな経営者の人たちがたくさん存在してしまってるんですよ。はっきり言います。愚かです。で、エネルギーの残存量問題の方が先だったじゃないですか。皆さん、そのためにトヨタ自動車は電気自動車化とか進めようとしたんですよ。だから話の根本を忘れてしまってる。だってラリーだって今まで参加してますからね。死亡事故多発させたようなラリー、あんなもんすぐに自社から撤退しないと、世間の皆様に対して申し訳がないって言って、業務上過失致死なんだから、歴代の社長が捕まらなきゃならない。社長が捕まらないから、事業継続してしまうんですよ。経営権、一番決定権を持ってる社長が。捕まるんだったら、いやいや、そんな悪いことできませんよってなるんだから。しかもエネルギーたくさん無駄に消費してるって。それがラリー。ラリーカーレースね。いっぱいいろんな、発展途上国ののどかな農村の人たち巻き込んでる。コースアウトして死亡事故いっぱい人殺してるから。この辺の近くもトヨタの店舗があったのに、それ無理やり解体して新しいトヨタの店舗空き地に作ってるんですよ。建築屋さんと仲良くなったからそうなるんですか。それもともと税金ですよ。電気自動車と水素自動車の補助金。それ回収しようって言ってるんですよ、岸田政権で。法人税率上げてね。純利益がしっかり出てる会社から。だから、これね、ちょっと岸田さんの方の、まあ国が許可を出してるから、万博に関してはね。
大阪の維新がどうこうみたいな記事を書いてる人いますけれども、大阪万博のあの入札云々の前に国際条約なんですよ。だから大阪維新の方がそこまで力あるかって言ったらなくて、その当時ね、万博が決まった頃からもそうだし、本当は水面下でもっと何年も前から話してるから、この間の2021年東京オリンピックだったら、東京都が、都議会が2006年からお金の基金を集めてるんです。都政と、あと、あ、都政六法見たら分かります。もう目次見たらすぐ分かるから、すぐ出てくるから、誰でも調べれる。だ、話を水面下でもっと進めていた人たちがいて、東京オリンピックだったらね、だからね、まあお客さんの数の根拠見込みがないことは私が先ほど説明した内容でわかるでしょう。2000万人年間絶対無理。だってプロ野球の優勝した球団で300万人あの突破したらすごい方ですもの、もともと。サッカーは年間そんなに動員数ない。もっと下。100万人は無理でしょ、サッカーの世界。達成できます100万人、まあ、入場料20億円超えたらものすごい方。1位の球団とかでも、たくさん1万お客さんが入った球団でも入場料20億円まずいかない。電波っぽい雷の音が今聞こえてますね。安倍政権の時に経済っていうことをすごく言っていた。で、片や Y 圭介からの提案で、水面下でね、大手だって公表されてない僕のからの提案で、安倍さんが、まあ、アメリカの議会で演説、もともと岸信介、まあ、安倍晋三さんのおじいさんが議会で演説してるんですけども、真珠湾に、まあ、慰霊に行ったりだとかね、オバマ大統領に広島原爆投下に来ていただいたその日、それはアメリカの大統領として初なんです。私からの提案始まりなんです。私が言わなかったら動いてないんです、物事ね。で、長崎原爆投下の日にはパンギモン国連総長が来てるんです。国連のトップです。8月9日、僕の誕生日は8月9日です。で、北朝鮮と韓国というちょっとまあ、緊張した状態にある状況を緩和するために、ムン・ジェイン大統領とキム・ジョンウンさんの首脳会談も私からの提案で、安倍政権の時にトランプ大統領にお膳立てをしていただいて、水面下では習近平国家主席とかプーチン大統領にも動いてもらってるんです。もともと代理戦争だったでしょ、朝鮮共和国の。それなりに責任みんなあるじゃないですか。まあお互い仲良くしてくれたらと。まあこれは本音ですよ。どこの国も戦争なんかしたくないですから。今はそういう昔の戦争の話で話をそらすんじゃなくて、エネルギーの残存量問題を前面に表に出してね。で、やっぱり淡井圭介からの提案で安倍政権外交、世界的な平和の活躍があった話があればね、まあ、万博中止の方向もそうなんですけども、今後世の中の社会としてね、ややこしいニュースを流すでしょう、テレビ局の人たちが。総務省の管轄なんですけども、なんか総務省自体が何考えてるかよくわからない。で、歴代の総務大臣がすぐ変わるでしょう。で、後から引き受けさせられた総務大臣だってお手上げでしょう。そのような状況を作られた岸田さんもどちらかというとそうなんですよ。岸田さんも本当は万博反対派だったから。で、安倍さんが世界中不歓喜外交ということで世界中飛び回ってたでしょう。で、その間に誰かが万博を進めようとしたんじゃないですか。かもしくは東京オリンピック開かされる、大阪も負担背負わされるの形で大阪万博なのかもしれない。
だけども実際は日本全体の負担、フィナンシャルグループ三井住友銀行のフィナンシャルグループの総本山は東京都千代田区、ほとんどのフィナンシャルグループの総本山は東京都千代田区、皇居のあるところです。まあしっかりとね、日本国憲法で天皇陛下は国政に関わらないっていうことになってるんですよ。だからそこから先は、まあテレビでもそれは何回も放送されてますし、皆さんご存知かとは思うんですけども、だからまあ議員さんたちが結局もともと、安倍さんのせいだとはちょっと考えれないんですよね。で、安倍さんとか菅さんに、その当時、菅官房長官だったでしょう。で、僕は万博働きに行った時のケースで、どういうふうなことだったかを伝えてくれてる人たちがいたから、万博自体が一時的な仕事にしかならない。で、しかも、通勤費も大した金額払ってくれないか、何しに行ったかわからない、本当に。で、最初からエネルギーの残存量問題を考えていくと、生活保護者の人たちが増えてた方がマシだったの話になるんですよ。本当です。金銭的にもそうなんです。破産した会社とかが破産法とか通すでしょ。で、賃金の不払いとかあるでしょ。で、国が建て替えるでしょ。みんなの税金ですよ。だから最初から店開けなかったらよかったじゃないって。世界中で少子化進んでるんだから、先進諸国で。でこれだけしっかりと的確に世界中のカジノが赤字になってる部分とかも話してるんだから、それをショーとかで何とかした話とかもしてくる人いるんですけども、そのお金の流れとかも見たらね、税金混じりである可能性が非常に高い。でショーだったらもう十分にあるでしょ、もう別に必要じゃないから。それだったら面白い映画とか作ったらいいから、作れるんであればね。あとはお客様がそのクオリティを判断するんです。で、映画館も作るべきじゃないんです。もう作った後。ああ、そんなもう50年以上は絶対使えるから。人口少子化無理や、最初から。最近スタートした、宮崎駿監督の君はどう生きるかっていう映画ですけども、兵庫県の三田市にかなり大きな映画館があるんです。車の駐車場込みだと関西一だと言われている、面積の映画館なんですけども、そこもね、開催されている時間を見ると1日に3回だけなんですよ。最初からお客さん来ない、人口は少子化してるか無理。三田から新三田駅から発車してる列車だと思うんですけども、普通車両7両編成で平日の昼間、昼前かな、大阪行きぐらいのもの、三田駅で、ね、乗った時1つの車両8人しか乗ってないです。5両で十分。その先である程度お客さんが乗るかもしれませんよ。けど宝塚からもっと先行こうとしてる人は、例えば大阪とか、僕とかでしたら大阪行くのが目的だから宝塚で快速に乗り換えます。快速か新快速、その方が早いから。普通電車あんまり車両いらない。だから村をどう省くかっていうことをしっかりとみんなで調査して対応しなきゃならない。自社でできていない JR さん。だから僕はそう考えた時に電波で伝えてるんですね。5両でええわって、平日はって。そしたら、JR の、運転手さんか車掌さん、車掌さんだと思いますけども、それは嫌だと思いますとか、まあ何かね、そういうふうなことを言っていました。マイクでね。だから、まあ、そこまで言って委員会のシステムで、両方の、意見を聞くシステム、あれもうやめましょう。悪いことが分かったら、悪いでも物事を進めなかったら、どちらの判定が勝ち負けで、もうこれつけたらいいと思いますよ。大体そこまで言って委員会は私見てますし、もう生放送にしませんか。そこまで言って委員会。以前もしてたでしょ。で、僕の音声を拾いやすい状況を作って、僕からの意見聞いてもらった方がいいですよ。もともと、
僕のホームページ、淡井圭介の歴の20番台のところね、20.1 ぐらいから見てもらったら分かると思うんですけども、1920年にアメリカの議会で銀行と証券に詐欺があるっていうことを認定されてるんですから、裁判所の判決と同じですよ。で、その体制がずっとなかなか変わらない。銀行からの借り入れっていうことね。見込みのない計画を出してきて、あとはその稼いだお金を稼いだ人たちは、その後もヨボヨボのおじいさんかもうお亡くなりになってるかのこの状況。どうしましょう？犯人、亡くなって、いなくなってますよ。ね、だからご老体の人たちが議会に出てきちゃダメなんですよ。40代とかの人間で編成しなかったら、自分たちがその後、口座差し押さえられるっていうものがなかったらね、ずっとそういうふうにお金使っちゃうんだから、東京オリンピックで高橋 CM 云々の話とかで、青木とか角川の、会長、社長さんが捕まってたでしょ？それ言い始めたら、ね、議員さんたち全員捕まらないと、っていうことになるんですよ。他にも、スポンサーだなんだっていうことでついた人たちも、エネルギーの残存量問題。アメリカの方で3兆円と応じて、蓄電池と太陽光パネルの工場を何十箇所と、まあアメリカ広いですからね、何十箇所ぐらいじゃ足らないんですけども、100箇所以上作ってもらわなかったら、まあ、どうせ年間の数字だとは思うんですけども、ギガワットで表示してきて、生産体制が。はっきり言って足りるかどうか全然わからない。それどころか、早くここ日本なんだから、日本の太陽光パネルの生産工場は何箇所作られるのかの話が全然出てきてない。ラピダスと銅鉱みたいな話は熊本と北海道に半導体の話だけ。日本国内でずっとデータが重くなっていくでしょう。インターネットの記事が。いろんな記事がずっと積み上がっていくから。で、あれを削除する人間が必要なんです。それをしなかったら、コンピューターをずっと大きくしなきゃならない。ずっと無理のある社会。だからお金は天下の回り物だって考えてる人間は、デフォルトコース行きですね。民間の会社はしっかりと倒産があるでしょう。国も倒産があるんですよ。あなた学校で一体何習ったのって、ジンバブエ。倒産したでしょって。ギリシャデフォルトしたでしょ。ギリシャなんか人口2000万人しかいないのに、オリンピックなんか開いたからですよ。どうせそうなると、まためちゃくちゃに今の日本みたいに、今度はバスケットボール関係で日本全国11カ所体育館あるのに、ちゃんと客席のある体育館がね、あるのに、それで我慢できなくて、何百億円も国民の税金使って体育館11カ所にも作ろうとしたんですよ。東京の5000人先の体育館でいくらかかってるか知ってます？土地代建物代込みで。絶対土地代込みで計算してもらわなきゃダメですよ。210億円。1ドル100円ぐらいの頃。ね。めちゃくちゃ。このままだったら、また消費税上がる話になっちゃいます。法人税で回収しても補いきれない可能性があります。だからそこまで分かってるのか分かってないのか、そこまで行って委員会に出てる人たちがね、きちっと進めなきゃならないっておっしゃってた門田さんも、せっかく良識派で出てきてるんだから、今まで良い内容言ってくれてたじゃないですか、テレビ出てきて、飛行機の墜落事故とか他の行方不明事件だとか、みんないいこと言ってきたんだから、もうここまで物事はっきりしてるんだから、していいことと悪いこと区別つくでしょ、大人なんだから。そこまで一定委員会に出ていらっしゃる人たちが僕の知識量についてこれてないんですよ。お金回しはいいって思ってるでしょ。もうそれ全員横領事件で自分の給料で返済してくださいよ。働くのはバカバカしくなるぐらいがちょうどいい。で、ちゃんと解体業とかしてくれてる人たちがちゃんと仕事があって、もう建物作りすぎた後ですから。東日本大震災の頃に空き家が600万件ぐらいで、その後ずっと建てっぱなしで家とビル。まあビルも家です。
で、1000万件超えてるんですよ。人口すごい少子化で、もう0歳から20歳の人たち生まれた後で、2003年に個人情報保護法が出来上がってからも人口、もう出生率ガタッと減ってるんですよ。 2% で人口横ばいで、今 1.27 しかないんですよ。で、3分の1以下の人しか結婚出産までたどり着いてないのに誰が家買うんですって。で、そもそも根本的に人材派遣会社が、人材派遣業法が昭和63年にできたでしょう。で、人材派遣会社が医療業界もホテル業界も、まあ、区役所も人材派遣会社の人に変わってます。で、 IT 関係もほとんど人材派遣会社の人でしょう。だから安定してた仕事じゃないから、結局家を競売にかけられるっていう形のケースの人たち結構いらっしゃるんですよ。だこの辺り一軒家多いですけども、これ最初からやっぱり無理でした。中古の物件を、例えば築20年とかね、30年とかで、中古物件、綺麗な中古物件狙いに行くんだったら、それだったらなんとかなるかもしれない。夫婦共働きで、最初の金利5年間負けてくれるから、その間本当に節約生活して、しっかりと、返済しておく。そうすれば、出産し始めた時に、まあ、育休両方ともいただけるケースははっきり言ってほとんどないです。男性と女性両方がね、女性の育休を取得できるところはだいぶ増えました。だけどもね、実際的に売り上げがなかったらっていう話になるんですよ。ごめん雇えんわっていう話になってくるから、だから根本的に経済、真の経済を分かってるのかどうかで、銀行からお金を回し合うように、多分もっとみんなの消費税上がっていくか、みんなの生活もっとね成り立たなくなるでしょ。日々の生活、消費税が上がっちゃうんだから、いろんな意味ですよ。お弁当屋さんだって今、唐揚げ弁当の唐揚げ4個のおかずだけが490円、それ聞いただけでもわかるでしょ。経済圏にあるんですから、税込み価格でね、490円。だからそこまで行って委員会の人って、本当はそこに淡いケースを出すべきですよ。本当に自由にものを言わせてね。だからまあ本当に捕まえるかどうかは別にして、みんなで中止ぐらいはできるじゃないですか。だからそれぐらいの善意を持ちましょうよって。で、建設業界の人、仕事欲しいんだったらお願いだから解体業一定の話なんですよね。だからこの辺だったら、まあ、大きな解体しなきゃならないところは、阪神の物流センターで伊藤ハムさんと、もうここ閉鎖されてるなって思われる物流センターで、他の物流センターとか黒猫大和さんにもともと物流の仕事を渡してあげたらよかっただけだと思いますよ。新しく建設してますけども。で、それでも物流センターが、いや、物流センターで、ね、働いている人がスカスカなんですよ。もっとたくさん物を搬入して働く人をそこで働いてもらったらよかったんですよ、黒猫大和さんとかで。けどもう1年以上工事経過してしまって、新しい物流センターを作ろうとして、ね、それはもうワールドビジネスサテライトが関東の方で成功しただの何だの、それ経済的にね、他の物流センター潰してるだけだから、多分で人口少子化だから運ぶもの減る、もう絶対減ってます。去年だけで40万人以上減ってますから、もう数年前から何十万人と毎年減ってますよ、数だ、運ぶもの減るはずです。あ、早く IKS 系テレビに出した方がいいで、そこまで言って委員会とかニュースライブ正義の味方とかね、もう関西の夕方の番組でもいいから、とにかく出して、で関東の全国放送に出して、言いたいこと言わした方がいいで、ちゃんと言いますから、皆さんご協力のほどよろしくお願いしますって。もうそれでなんとか状況変えるしかないですよ。これも後の世代もどうしようもないです。特に日本、太陽光パネルの生産する工場の話全然聞かない。岸田さんも降りたかった方かもしれないですよ。その親族の人間が国会で寝そべってる映像あったでしょ。
だから広島のサミットで良いような形を表立って持っていって降りたかったのかもしれないんですけども、外交のこともあるので、そう簡単に総理変わってもらったら困るの話があるんですよ。だから、つい長期政権、例えば小泉進次郎さんになってもらったりとかで、みんなでバックアップするような形でね。で、エネルギーの残存量問題と向き合った政治、少子化からの脱却の政治、それは個人情報方法、関係、特定機密保護法案とかも削除しなきゃならない。で、アダルトコーナーとかをレンタルショップに置かないようにすること。年齢制限とか、だから電波での仕組みがあるはずだから、その人たちがなぜ無事でいられるんですかの話にもなりますし、あの人間が世の中たくさんいたら、どこにどういう人間がいるかわからないでしょ。だから無理だから、そういうような形で日本の政治家の人たちが動かないと世の中どうにもならないんですよ。それこそ法律ではっきり、判例とか表立って出したいとかでもいいと思いますよ、今までの判例で。本当に年齢制限の判例なんかあるんですか？ありましたっけ？逆にそういうのは性暴力とかを助長させるもので認められないっていう判決とかありませんでした？だって暴力団として認定された例いっぱいあるでしょ。それを置いてるんだから、暴力団への資金提供じゃないですか。っていうことはレンタルショップ全部稼働できない、営業停止、もうそんなもん自分たちが捨てたで、どうせ大した売り上げなんかないんだから。まあ、それは門田さんとか武田恒也さんとか、まあ、皆さんとそこまで行って委員会に出てる大体の人とはね、仲良くはしたいですけども、まあ、あのラムっていうには無理ですよ。もう二度と出しちゃダメですよ。もうそれ言われてから、出しないから、あ、理解してくれたなとは受け止めてるんですけども、スタジオで言ったでしょ、どうせ女なんかみんな脱ぐんだからって。それ君の感覚なだけであって違うからって。もうそんな人たち増えたら絶対男もそんな人たちと結婚なんかしたくないから、絶対結婚の方向に進まなくなるから、無理だから。一緒に生活なんてどうせ喧嘩なるから。どこで浮気してるかわからないっていう話になるでしょ。まあ、今回は、そこまで一定委員会、まあ、万博の件について、まあ、物申すということに、しておきます。皆さんチャンネル登録と、あとできればね、僕は YouTube にアップロードした時に着信利益が来るようにしてほしいんです。ホームページの方でね、もう上げてる動画400超えていて、ちょっと削除したりしたんですけども、ショートのものとか。ちょっとね、僕のホームページから全てが全てアクセスできるわけじゃないんです。だからできるだけ着信利益が来るような形にして、ご理解していただきたいなと思います。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。で、相談したいことがいっぱいありますね。精神病院のね、精子が生産されなくなる薬の少数なんか僕見たことないんですよ。長年報道とか見ていて、新聞、夕刊、朝刊、10年以上ほぼ毎日読み込んで、それでも見たことないから、その件に触れたから棄却されたんですかね、大阪の高等裁判所から。じゃあ勝ち目ないっていうことでしょう。っていうことはもうそれで僕6万ほど会社の登記簿とかコピー代で使ってるから、今のところまあ戦意喪失みたいな形ですね。その法廷の闘争ね、それは戦うだから、法律的にそうなってますから。法廷闘争って法律の条文の中でそう書かれてるから、法廷の場は闘争の場であり、攻撃の方法と防御の方法とか、そこまでしっかり書いてるんですよ。だからそこに神がかり的な力とかの作用があるから、どういうふうに行うかって、だから文書証拠とか自分で書くんですよ。書きました。かたや裁判所は証拠を受け取らない、拒否できる権利を持ってるんです。法律でね。
みんなが協力しなかったら本当に先進文明100年以内にどうにもこうにもならなくなるんじゃないですか。太陽光パネルに関しては世界中の国、基本的に自分の国でぐらい太陽光パネル作ってようの方なんですよ。で、赤道直下のところとか太陽熱発電の方でいいです。太陽光パネルとは別物なんですよ。それも皆さんちょっとお勉強してください。そういうことをね、テレビで放送してます？なかなかまず見たことないんですけど、太陽熱発電。僕もちょっと長い間忘れてた方なんですけども、それをホームページに記載して、まあ、アクセスできるようにしてるんですよ。その詳しい説明のところに。ホームページの維持だけで年間1万6000ちょっとかかりますんで、そういう他のところにアクセスできるようにするのね、プロとして。もうずっと大赤字。本当に皆さん本当は助けてくださいの方なんですよね。まあ、皆さんチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。で、僕の方で生ライブ中継、そのある程度の再生回数と登録者数が突破したら生ライブの放送ができるじゃないですか。それでみんなでね、私に質疑応答して、聞いていただいたらね、お互いすっきりするでしょうし、方向性はっきりするでしょうし、まあ、その辺皆さんご協力していただけたらなと思います。チャンネル登録といろんな方たちに広めていただくのご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。